今度はどうかな。映った？よかった。じゃあやりますか。なんで切れちゃったんだろうね。ではやりますよ。こちらにはてれん、私が今日さっき焼いたの見て、すっごい上手に焼けたでしょ。たった今私が焼いた。嘘嘘だよめっちゃ嘘です。もう焼けてるやつほら見て、あらかじめ焼かれたクッキーしか入ってない。私がこんな上手に作れるわけないじゃないですか。まず最初に、あ、そうだ、アイシングのこの袋の先端切って、まずは正面と後ろの壁の裏面、正面と後ろの壁の壁側の側面、正面と後ろの壁側の裏面の縁にアイシングを塗ります。はい、なんと、どういうことだ理解してない。これどこ、これ違う、これ屋根、あ、こうだね、こう、こう、こうして、こうして、こうして、こう、はい、こう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 、はい。だから、ここと、これアイシング、アイシング初めて、でも意外とできるかもまだこれしかやってませんけど、はい、絞った。で、正面の正面と後ろを壁に取り付けます。はい、これで固い。くっつけの難しい、手足りなくなる。
待って待って手足りなくなる。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？はい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 、はい、来たはい来た。おお、見えた？何も見えてないだろうけど。あのね、不器用ですけどね、A 型ですからね。A 型ですからね、几帳面差はあるはずなんですよ。 A きっと少なくとも大雑把ではないはずなので、きっとできます。あばばばばばばば、まで5から10分程度置きます。よし、このまま置けばいい。触っちゃダメなんだ、言ったそばから触っちゃうけど。え、大丈夫かな。じゃあこれでちょっと5分10分置きます。置きます。待てる10分でしょ。36分。あ、でも10分待たなくてもいいのか。5から10分だから32分まで待とう。32分まで待ちましょう。今これで見て、もうこれだけですごい手汗かいて、なんか手袋くっつく。手汗かいて手袋くっつく。これでお家の本体ができて、これ乾いたら今度ここにホワイシング塗って、また絞って、今度はこの屋根をこう取り付けるらしい。あ、トナカイ。あ、ちょっと待って、これ見えないな。ちょっと待って、ちょっと待って、今こっちで開くから、ちょっと待って、見えない。すごいなんかさ、あの、すごい、なんていうの、めっちゃパソコンの使い師みたい。あっちとこっちで、あ、星さん、ありがとうございます。そう、コメントはね、あの、やっとですよ。コメントの大きさを変えてみたの。コメントの大きさを変えてみて、あの、やっとね、この距離でもね、読めるコメントの大きさにはしたんだけど、そう、やっと大きくしました。これで見える、見えるんだけどさ、これイベント中あんま向いてないわ。もうさ、流れが早すぎてさ、あの、なんか文字をさ大きくする分さ、一つの画面に表示されるさ、コメント数がさ少なくなるじゃないですか。そう、そうするとさ、なんかせっかく文字大きくしてもさ、すぐ消えちゃってさ。文字大きくしたけど結局全然見えないんだけど。なんて言うんだっけ、なんかスラッシュ暗算みたいな、なんかもう全然読めない。でもね、なんとなくの、 なんとなくのっていうか、そのな、あ、フラッシュ暗算。何も言えてないんだけど、それです、それのこと言いたかった。そう、あのね、なんかね、なんていうの、リアクションというか、なんかそういう言葉だったら全然見えるけど、あの、なんていうの、誰がとかがちょっと見えづらい。いや、見えるけど、そのコメントと同じ速さで人まで見えない。
いい匂い。もうさ、開けた瞬間から超いい匂いだったの。食べたい。このままでも食べられるのに、なんでわざわざ組み立てなきゃいけないんだろう。そんなこと言っちゃダメだよね。しかもだって全部一人で食べるのに。誰かと一緒に楽しんで作るわけでも、誰かにあげるわけでもないのに、なんで私こんなに待たなきゃいけない。なんかすごい餌を目の前に待たされてる犬の気分。これ着てるし。クトナカイなんだけど。明日劇場に持ってけば。いやちょっと危険すぎる。これですごい元気なメンバーまで数移したら大変だ。はじめまして、ありがとうございます。何分？あ、でももう31分だよ。乾いたかな？乾いたみたいだよ。もういいんじゃない？もうよくない？お、乾いた乾いた。乾いた。次。あ、嘘、違うじゃん。屋根じゃないやん。あ、なんだ、もうちょっとこの子乾かせられる。よかった、早く気づいて。せっかちもいいとこあるの。煙突先作るんだって。ほう。煙突の長い面と短い面の裏面の縁にアイシングを塗り、煙突を組み立てます。これの長い面。煙突の長い面。待って、言ってる意味が全然理解できないんだけど。煙突の長い面と短い面の裏側。長い面って何？煙突の長い面と短い面の裏面の縁にアイシングを。こう。何これ、どうなればいいの？立体むずい。立体ってさ、こう男の子の方が得意って言うよね。こう。そもそもね、完成図が全然理解できないのですよ。どうなればいいの？で、で、何で、長い面と短い面ってなんだ。とりあえずやってみるか。とりあえずやってみよう。ここと、
絞ってこれをつける。怖い怖い、倒れそう。いやー絶対そうなると思った。どうやって組み立てたらいいの？こうすればいいのかな。あ、これだ。え、でもさ、どうやったってさ、こう無理じゃない？だってこれ隙間めっちゃ空くけど、見てこれくっつくわけなくないか、この隙間。だってさ、クッキーがさ、まっすぐなわけじゃないからさ、くっつくわけなくないか。できたのか。これで乾いちゃえばいける。あ、できたっぽい。なんかわかんないけどできたみたい。できた。じゃあこいつもちょっと乾かしておいて、これもいいでしょ。そしたら壁の上部の縁にアイシングを塗り、屋根を取り付けます。ん？壁の縁、ここか。壁の縁に今度は塗る。あ、これ難しい。狭い。難しい。うん、いいんじゃない。
れで屋根を取り付けます。あ、怖い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 。ちょっとなんかすごいと屋根部分にすごい穴が開いてて、今にもすごい雨とかめっちゃ入ってきそうな家なんですけれども、もうちょっと上がってほしい。はい、そこそこ君たちそこ、あ、いいんじゃない、ほら見て、お家どうしよう、これで力ずくてパッ潰れちゃったいいんじゃない、家じゃん、ちゃんと。なんかん、ちょっと待って、私は大失敗を犯したぞ、ちょっと待って、これやばい、屋根の向き間違ってる屋根の向きは間違っていますどうやらこっちが正解らしい。はぁ、あ、はぁはぁ、待って待って、くっつかないでお願い、まだ間に合う、もう一回塗り直せばいいか。焦ったー、危なすぎー、気づいてよかった。なんかね、すごいね、下が長いなって思ったんだよね。下長いし、の割にはなんかドアのさ、ドアのところにさ、全然その雪よけない、もうすぐ屋根じゃん、ドアの下って思う。変だと思ったんだよな。上とか下とか書いてほしいな。待って。こうが正解。こうが正解。こう。こう。あ、こうじゃない。なんかすごい曲がってるけど、やばい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 、どうしよう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 、壁が崩壊しちゃった、嘘嘘嘘嘘、大変大変大変、どうしようどうしようどうしよう、壁が崩壊した待って待って待って、どうしよう、側面の壁崩壊してんだけど、外れてる待って、どうしたらいいの、一旦これが乾くまで待つ、一旦屋根が乾くまで待つことにしましょう、もう諦め大変、壁が抜けてる、やだー血管住宅
やばいやばい。どうしようねこれね。なんだこのまさか私壁の向きまで間違ったなんてことはさすがにない。さすがにこれ壁の向き間違わないでしょ。こんなはずじゃないんだけどな。ちょうど崩れたところが見えない。見せてあげるよ。でもどうやったら見える？どうしよう。屋根はもうついたの？これより救助を始めます。困りましたね、本当にもう。なんでだ？もっと頑丈にしろってか？アイシング足りんのかな？こんだけ失敗したらもう家作れないんじゃないかと思うんだけど。もうほんと困っちゃうよ。次こそぎゅぎゅ。お、え、いいんじゃない？早くない？私が急ぎすぎた？まだ乾いてなかったのかな。もしかしたら私がせっかちだったからだ。やっぱり急ぎすぎるのは良くないんだ。学びました。
じゃあ次こそはもっとちゃんと乾かしてみる。5分から10分置くらしい。8時まで待ってみよう。大丈夫、時間はいっぱいあるんだ。私にはこうなることを想定してこの枠を2時間にしてるからこうなることはね想定済みなんですよ。本当はなんか1時間でできるらしいけど、1時間でできると思ってないから大丈夫。ふう、いけない太陽さん、ありがとうございます。ありがとう、トナカイ。あら、ここにもトナカイ。はじめまして、ありがとうございます。ありがとう。そう、作って終わりそう。でも2時間。でも煙突はさ、これもう絶対大丈夫だと思うんだけど、うん、煙突なんだ、ちゃんといけたやん。よかった。煙突はもうあの用事来るまで触らないことにするから、煙突はきっと大丈夫だ。いや絶対大丈夫だよ。なんかまあ浮いてるけどなんか浮いてるけど、まあ絶対大丈夫なんかね、これでくっつけて、屋根くっつけて、煙突くっつけて、最後なんか残ったアイシングをこう上からかけて、こういうすごいなんか雪が、雪がね上に降ったみたいな風にするらしいんですよ。雪がかかってるように仕上げます。果たしてここまで雪を降らせられるほどアイシングが残るのかって話なんですよねできんのかしらね、私にね。もうすでにこの綺麗さはないんだけど、私の家にはもうボロッボロなんだけど、なさそうじゃない。あ、でも意外とあるか。もうね、このアイシング作るだけでも超大変だったのさっき。アイシングなんて作ったことないからさ、そう、混ぜるのがめっちゃ大変だった。なくなったら本物の雪持って、いくらでもあるね、本物の雪なら。あ、そう、飾り付けはねいっぱいあるよ。そう、なんかこういうやつは全部ついてなくて、そう、こういうのはね別売り。サンタさんはねついてんの、見て。あ、ちょっとあのそっぽ向いてて、なんか恥ずかしがり屋で、うちのサンタがちょっとこっち向いてくれないんですけど、サンタはねついてんの、これに、この子なんだけど、なんかこういうやつはついてなくて、これ買ってきた。これ知ってる？これさ、ちっちゃい時さ、なんかこういうケーキをママと一緒に作ったりとかする時に使ってた。このマーブルとかアポロとかが、なんかいろんな種類がちょっとずつ入ってるやつ。これね、あのバレンタインのお菓子とか作る時にめっちゃちょうどいいの。なんかさ、マーブルだけだとさ、なんかでかいしさ、もうちょっと他の欲しいってなるときあるじゃん。これめっちゃいいんです、バレンタインのときめっちゃ買った。そうと、あとキラキラ見て、これなんかね、さっきからずっと変なんです。魔法使えてね、何粒か浮くんだよね、宙にすごくない？ほら
浮遊してるの多分静電気。ほら浮いてる。私の方位によって浮いてる。のキラキラ、こっちかわいい、ピンク。あらららと、あとチョコペン、ピンクと水色と白のチョコペンにした。いっぱいある。だから飾り付けまでできたらいいな。飾り付けまでできたらいいな。まずは組み立てがなんとか成功してくれなければね、困るんですけれども。待って、これめっちゃ投げっぱなしだった。暑い。これ膝掛けに使ってたのに、めっちゃ投げっぱなしのまま始めてたの気づかなかった。掛けます。すごい、畳んだりもせずめっちゃ投げてた。違う、使ってたからね。暑い暑い。わかる。いつもより部屋ちょっと公開しててこっち側が少々、こちら側が少々いつもより公開気味。そう、いつもより引きの上からやってるから入っちゃうね。へえ、まだかな。まだです、すいません。そうだよ、あれはあれはベッドの横だよ。あれはベッドの横だよ。そう、本当にベージュとか画角広がってもベージュしか出てこなかったでしょ。画角広がってもベージュと白しか出てこなかった。これね、どこまで広げてもそうだよ。部屋の全貌を明かしてもベージュと白しか出てこないよ。そう、本当はさ、今日さ、お部屋のさ片付けをしたかったんだけどさ、もうなんか全然、え、本当私明日公演できるかなっていう、ちょっと心配になってきた。体力がなさすぎて、本当はお部屋をさ片付けようと思ってたしさ、ちょっと公演のさ練習したかったんだけどさ、もう体が本当動けなくって、結局配信、お昼に配信した後 2,3 時間くらい寝て、寝た後ちょっと動けたけど、動いたけどまたもうすぐ動けなくなって倒れてた。倒れてた。
え、本当私明日から4公演なんだけど、できんのかな。え、もうだって日常生活に大支障出てるんだけど、日常生活ですらさ、ちょっと動くだけでもうしんどすぎてぶっ倒れてる状態なんだけど、私明日から4公演もできると思いますか。そんな調子で、なんかもうアドレナリン任せにしようと思ってて、だって配信もさ結局さ40度の熱があろうができたから、なんか仕事と思えばできるんじゃないかと思って、日常生活だったからできないんじゃないかなっていう、仕事となればできるのではないかと思いまして、もうアドレナリンに全任せする所存でいるんですけど、果たして4公演もできんのかってところと、4公演の合間にもさ公演間違った、怖い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 、4公演だしない、4公演の合間にこう怖いよ、何公演するつもりでいいの、違う違う違う、4公演の合間にも配信しなきゃいけないじゃないですか。そうだから、なんかこうアドレナリン任せでアドレナリン任せでね、たとえ公演を乗り切ったとってさ、公演合間寝れたらまだ体力回復の余地があるけど、その体力の回復の時間すらもさ配信にやってなきゃいけないじゃないですか。でそう考えた時に、私生きて帰ってこられるし、なんか自信がなくなっちゃって、ちょっとそれがね心配、すごい明日から4公演やって配信してっていうのをこの体調でできるかがめっちゃ心配、うん、合間にやらないと、だってやる時間ないじゃないですか、昼夜だし、ちょっとまだ明日何時からか知らないけど、リハの時間とか考えたら絶対朝も早いから、でも朝もやっとかないと多分間に合わないしってなったら、もう朝多分めっちゃ明日朝配信早い気がする、そのリハのスケジュール次第だけど、朝配信もちょっとやってから行きたいけど、朝配信も何時からやればいいんだろうって感じだし、昼夜の合間もやって、家帰ってきてからもやってってなったらできるかな、倒れそうな気しかしないけど、てかそもそも歌えんのかしらね、私生きて帰ってこられるかもそうだけどさ、歌えんのかって話なわけですよ。そう、明日ね、カホとね、サーヤとマナがいないからね。ねえ、きっとさ、サーヤとさ、マナのファンの方はさ、卒業前にさ、ちょっとでもさ、多く会いたいと思ってるだろうからさ、ね、だから、いないの多分残念だと思うし、多分マナとサーヤもさ、ね、もうさ NGT としていられる時間が限られてるってさ分かってるからさ、そりゃ出たいだろうけどね、でももうほんと体調が一番だからさね、そうなんだよね、
よし、次こそ。あ、待って、もう分かんなくなっちゃったよ。どっちだったっけ。こう、こう。よし、次こそ間違わない。今度こそいいんじゃない？やっと家が完成した。ついにできたぞ。これで煙突の屋根につけます。なんかこれね、乾かさなくていいらしいね。煙突怖い怖い怖い、壊れそう。え、浮いてますけど、つけられます？すごい浮いてますけど。あれかな、左官職人みたいに、その隙間埋めるみたいな、そういうこと。私にこと。はいはい、でも意外とくっついた。こっち隙間見とこうか。へえ、合うなすぎ。触らない。触らない。でも絶対落ちるよこれ。いよいよね、すごいギリギリでついてんの全部。怖い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 。動いてない。だってっ全部ギリギリでついてるから。もうお願いだから崩れないで。でもね、これができたらね、もうなんかいいっぽいんだよね。多分。やばい、もう手汗半端ないんだけど、すごい袋くっついちゃう。もう雪をかけるわよ。シャン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 。あまりにも下手で笑いそう。アイシングが硬かったのかな。
なんか積もり方がリアル。はいっていう。あ、待って待って待って、ねえ、それはリアルじゃないでしょ。そんな雪あるわけなくない？ねえ、あーあー、なんかもう、なんかもう違うじゃん、違うじゃんね。むずむず、すっごいむず。え、難しいんだけど。わかんないけど、いいかもしんない。いいってことにしとこ。はい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 。はっ、え、でもなんか意外といいんじゃない？これにさ、もうキラキラかけちゃえばいいのよ。それだ、キラキラをかけちゃえばいいのよね。このアイシングが固まる前にかければいいんだ。はい、かけます。あ、え、嘘じゃん嘘じゃん嘘じゃん、めっちゃ落ちんだけど。全然くっつかないじゃん。ああ、屋根に全部落とされる。見事に屋根を滑り。ああ。ねえ、そんなコミカルなことしなくていいんだけど。あ、わわわわわわわ、思ってたんと違う。あ、いや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 。全然学習しないじゃんね、私が。なんかもうピンセット欲しい。あのね、すべては爪が長いのが原因ですね。本当はね、ネイルをね、20日に変える予定だったのですよ。20日に変える予定でネイルを予約してたんですけど、私が熱でぶっ倒れたことによってネイルに行けなくなりました。はあ、もう全部テーブルの外に落ちていくんだけど。はい。
です。はいはいはい、乗る乗る。あ、いいんじゃんいいんじゃん。すごい勢いで落ちていくのやめてほしい。でもね、めっちゃ可愛い。あ、もう不器用すぎて無理。ほんとね、お菓子作りとか向いてないからね、私からバレンタインとかもらおうとしない方がいいよ。はあ。え、でも可愛くない？めっちゃ急にギャルマインド。でもめっちゃ可愛くない？あ、もう牛になっちゃう。いいじゃない。あ、全然完成じゃないけど。いいじゃない。ちょっとさ、もうアイシングは諦めてさ、チョコペンでデコろうと思うからさ、お湯を持ってくる。そしてこのケーキをお皿に移したい。待って、持ち上げるの危険。どうしよう。せーの、いけた。まあでも皿もこっちに入れておこうかな。かわいい。ちょっとお湯。一瞬
お湯が思ってたより足りなかったからポットを持ってきた。もうね、ウォーターサーバーをね使ってるとね、電気ポットがいらないんですよ全然使い道ないの。だからちょっとしばらくお荷物になってたんだけど、かわいそうだから久しぶりに出してみた。何をどこにつけようかな。でもやっぱアイシングの方がつきやすいのかな。チョコペンよりまだ残ってるからつけてみようかな。じゃあマーブルで。わー、いい音、 ASMR できる。これをさ、ここにつけて、この方法ならくっつけられそう。あー、もう難しい。はーい、はい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 、怖いよ怖いよ。うん、できない。やっぱちょっともう生粋の左利きなんでね、左手しか使えないんですよ。右でやろうと思ったら無理だった。右では無理でした。絶対そうなると思った。やだ。むずいよ。いっ。いけた。うん、いけたんだけど、ここじゃなかった感すごい。こっちにしたかった。はいはい。
ツを掴んできたぞ。はあ、待って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 、むずいよ。こういうのってさ、何？手先の器用さもそうだけどさ、デザインセンスめっちゃ必要だよね。私デザインセンス本当に皆無なんだけどさ、あ、もうね、デザインセンスの皆無に加えてこの手先の不器用さね、終わってるね。とんでもなく終わってるね。もうどこにつけてんのよ。キュッキュいけるかな。見て、お花にしたの。これで多分そろそろチョコペンがいい頃だから、チョコペンを、あ、良さそう。切れない。あ、震える手が。え、うまっ。
だ。あ、危なかった。はい、せーの。嘘じゃん、嘘じゃん。下手くそすぎてびっくりした。もういいかな。見て、ドアノブにアポロつけた。すごい、もう耐震工事ゼロの家、すでに地震。窓も、なんか窓周り寂しいな。チョコペンなんかする？もうこれつけたいんだけどな。うわ、天才。めっちゃ可愛くなったよ。見て、めっちゃ可愛い。急に可愛くなった。もうちょっと描こうかな。
わあ、いいですね。めっちゃかわいい。いいね。ちゃちゃん。かわいい。ちょっとなんか屋根もかわいくしようかな。じゃあ屋根はピンクで。ピンクのお花にしよう。あ、屋根描きやす。え、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいよ。見て。かわいい。いいね、いいね。これで今何時？あ、40分。これさ、食べるところまでって思ったけど写真撮りたい。でも今携帯で配信しちゃっててさ、写真撮れないからさ、配信終わってからしか写真撮れない。でも食べる前に撮りたいって思って、はい、うんだから配信ではちょっとお家は食べないで、ちょっと余ったお菓子を食べよっかな。お家はね、これは写真撮った方がいい。あ、ばばばばばばば。どこに行ったんだ。
構ね、いい感じにできましたよ。かわいい。屋根にも花つけた。いいんじゃない？良さそう。もうこれは完成でいいかな。これでじゃあ最後サンタを、あのね、すごい恥ずかしがり屋のサンタさんを召喚いたしました。バーかわいい。はい、ここがあなたのお家。あなたのお家ではないね。あなたはプレゼント運びに来た人ですから、あなたの家ではありません。違うよ、君の家じゃないよ。できた、できた、できた。あ、確かに煙突の上に乗せた方が、まあ それ感は出るよね。でもね、この家はね、ちょっと煙突むずいぞ。この家の煙突はバランス悪いからむずいぞ。一回乗せてみる。あ、頑張れ。あ、ちょっと頭でっかちだからな。逆によくその体勢で保っていられますねっていう逆にあなたよくこの斜め45度で立ってられますねっていうくらいのすごいすごいすごい、よく頑張ってるね。なんか持ち上げた瞬間にもう終わるんだけどあ、抜けなくなった。あ、確かにその場合もあるかもしんない。ちょっともう実は煙突狭すぎてだってさ、この煙突やばかったよ。めっちゃ狭いよ。うん、1センチぐらいしか隙間ないからね。そりゃ無理よ、この太さ。あ、もう乗らないかも。おー、いけた、いけた。でもちょっと上に乗ってんの変じゃない？あの本当のね、なんか本当のサンタさんとしては確かにこの煙突の上にいてほしいけれどもさ、ちょっと可愛さとしてはあんまりね、やっぱちょっと降格。あなたの家じゃないけど、まるであなたの家かのようにちょっとここにいていただいて、玄関から入ってくるサンタさんだっていていいよね。煙突があってもね。はい、というわけでできました。かわいい、できた。じゃーん、めっちゃ可愛くない？あばばばばばばば、できた、完成。可愛い、めっちゃ上手にできた。もうね、一時はね、お家が崩落してね、どうなることかと思いましたよね。本当によかった、無事に完成して。あ、亀仙人さんありがとうございます。ツリーすごい、めっちゃクリスマスだね。ありがとうございます。
いやほんとよく完成したわ。まずは家が崩落し、あ違うよ、まずは屋根の向きを間違えだよ。屋根の向き間違ったことから始まったんだ。まずは屋根の向きを間違い、家が崩落し、できたと思ったら今度この上に乗せるアラさんが全て屋根に滑り落ちる。崩落した時のスクショ、え欲しい、載せて欲しい。それからのこの家をちゃんと載せてね。もう崩落した時絶望するかと思ったわ。よかったできて。てかほんと2時間撮っといてよかったね。ここだけ見たらめっちゃ器用な人、やったー嬉しい、やったね。じゃあ、あとは残りのお菓子を食べる時間にします。これはちょっとしばらく展示ということで。見える？ね、よかった、時間内に完成して。ちょっとこれは後で写真を撮りたいと思いますので、私はお菓子を食べます。ね、このさアポロってさちっちゃいと思う？やっぱどう思う？これちっちゃいかな。え、こんな大きさだったっけ。なんかえちっちゃくなった、それともさこのアソートだからちっちゃいのかな、それとも自分が大きくなった。え、なんでだ。うん、やっぱちょっとちっちゃいよね。そうだよね。でもさ今さ大きいアポロとかもあるじゃん、だからかな。アソートだからちっちゃいのか。美味しい、久しぶりにアポロ食べた。でもこれどうやって食べたらいいんだろう、こんなに。なんだっけこれ、なんだっけこれ、名前忘れちゃった。あ、アイシング、こんなにアイシング乗っかっててどうやって、しかも一人でどうやって食べたらいいんだろう。もう一回壊す。ベイビースクラッアピールゾーだ。でもさ食べやすいのはやっぱ煙突だよね。煙突、煙突屋根壁。でもさちょっとさ煙突をこうやって食べたい。ハモって食べたいよね。かじりつきたい気もする。うん、スクショする？いいよ。これが邪魔だね。すごいメリークリスマスだね。メリークリスマス。サンタの目線がじわる。
どこ向いてんの？なんかさ、じり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 さ、この家がさずっと動くことによってさ、サンタがさもう皿の外に追いやられそうなんだけど、ごめんね、追いやられそうだったね。本来の家の位置にまで戻ってあげないとさ。サンタの頭でドア壊れた。サンタの頭でドア壊れた。OK、 修復できた。そう、まだねチョコペンいっぱいあったから。え、昔ってさ、こういうバレンタインとかでさ、こういうチョコペン使った後さ、残りのチョコペン吸わなかった？私は吸ったよ。じゃあ今からいい音を流してあげる。バナナチョコ。うん、これってこんなにバナナの味したんだ。めっちゃ美味しい。これこんなにバナナの味すんだね。なんかクイズ書いてあった。やろう。車は右と左どっちにある？待って待って、どういうことどういうこと。裏の絵から。ああなるほどね。はい、車は右と左どっちにある？そのむずい。待って待って待って、右と左どっちにある？え、こうやってさ、どっちから見て右とか、引っ掛け？待って、むず、引っ掛け？誰から見て右？じゃあ純粋な心でね、純粋な心で右かな？右にあるってことかな？自分から見た時にどっちかってことかな？右かな？正解はここに書いてあるらしい。あ、違った、答えは反対を開けてね。はい、わかりました。答えは右でした。え、なんかさ、こういうのさ、本当にさ、もう職業病だと思うんだけど、こう見た時にさ、右か左かって一瞬わかんなくなるの。なんか立ち位置表とかってこう書いてあった時に、あの言った図で書いてあるのよ。でも実際自分が立ってやるときはさ、こう逆側じゃないですか。お客さん側と見てるの反対じゃない。だからさ、なんかこういうさ絵を見てさ、何が右左かみたいなこと言われたときにさ、なんか勝手に脳内でさ、あの鏡に反転しちゃうんだよね。あの鏡文字がどうとかじゃなくて、職業的な問題。立ち位置表を見て、なんかパッと自分の立ってる側にこう変換するのと同じように、そう、なんかこう絵見た時にさ、パッて反、こうパッて見ちゃうから。だからこれで言うとさ、これがもしも立ち位置表だった場合に、あの正面から見ては普通にこのままだけど、
これをこう反対させたとした時に車がじゃあ右左どっちにあるかって言ったら左じゃないですか、自分から見た時に。だから惑わされちゃった。そう、立ち位置表とかはこう正面から見た図で書かれてるけど実際は逆で動くから、そう、だから惑わされそうになっちゃった。職業病これ全部についてる。あ、全部についてるよ。やろう。お酢、間違った、やばいやばいやばい、ひらがなも読めなくなってしまった。お皿に乗っているお寿司は何かな、むずいよこれ。お皿に乗っているお寿司は何かな。そんなんさいや確かにマグロ、純粋な心で見ればマグロ。でもさ、そんな赤身のさ魚なんてさ、いっぱいあるカツオかもしんないよなんだろうねまあ純粋な心で見たらマグロだけど。じゃあ正解を見てみよう。正解は、答え、マグロだよ。あ、だよね、そうだよね、そうだと思った。素直な心を持つことが大事なゲームだね。ではアポロには、え、待って待って、嘘じゃん、入ってるかな、ラッキースター。入ってないです、全部とんがりです。入ってなかったよ。一番少ないケーキは何かな。ちっちゃ、ちっちゃいし、ちっちゃいし、全部一緒じゃないじゃん、意地悪だよこんなの一番少ないケーキは何かなって言われてるんですけど、そもそもこのショーケースの中のケーキの絵ちっちゃもうピントが合わないレベルの小ささなんですけど。ほんでだってケーキの種類で言ったらね、そうショートケーキが一番さ、そりゃ少ないけどさ、全部違うじゃん、だって味違うじゃん、このロールケーキこのショーケースの上段のロールケーキ絶対全部味違うじゃんそれはずるいよそれはずるいよ。そりゃ種類で言ったらショートケーキが一番種類少ないけど正解はショートケーキだよ。だよね。え、かわいい。見て、潰したらさ、ここにアポロで出てきた。アポロ。え、他にもいた？あ、いた。かわいい。マーブル。あ、バカバカ。バナナチョコもいた。気になっちゃうこれ開けたくなっちゃう、うん、これ好き、コーヒー美味しい。これ多分大人も好き、コーヒー。屋根の上の旗は何色かな？これ一番優しい。何も引っ掛けない。屋根の上の旗は何色かな？もう誰がどう見てもこれは黄色。一番優しい問題。これは誰がどう見たって黄色。汚い大人の心を持って立って黄色答え、黄色だよ。もう優しい。
やっぱちょっとこの中だとさ、大人向けチョコだからさ、大人も子供も純粋な心で答えられる。これコーヒービートって言うんだ。コーヒービートっていうらしい。え、これコーヒー美味しい。これめっちゃ入ってんな。でもこれ小学生の時好きだった。ちっちゃい、こんなにちっちゃい。うん、もう超ノーマルチョコ。何色のチームが勝ったかな。おー、なるほどね。見える？何色のチームが勝ったかな？赤チームか青チームかってこと？1回戦目が赤チームが0で青チームが3、2回戦目が赤チームが2で青チームが0、3回戦目が赤チームが1で青チームが0、4回戦目が赤チームが3で青チームが4、5回戦目が赤チームが0で青チームが1。かけ？まだ赤逆転できそうなの。いや、わかる。まだだって2点差だよ。こっからまだまだあるよね、試合。どっちのチームが勝ったかなんて、そんな5回までしかやっててわかるわけないよ。正解は青だよ。青だよ、青ちゃん、青だよ。チョコベビー、チョコベビー、青だよ。かわいい。答え青だよ。はあ、全部潰しちゃった。そして全部開けちゃった。どうすんのこれ、一人で食べんの。食べるけど。やばい、私お菓子パーティーだ。この家も一人で食べて、この開けたお菓子も全部一人で食べる。一人でお菓子パーティーでも開催するね。全部甘いのしかないお菓子パーティー。わかる。病み上がってもないけどね、まだ全然。病み上がってもない。お菓子なんか食べる前に野菜を食えっていう野菜を食べなさいっていう人がこんなにもお菓子を食べてる。僕も3だ。ありがとうございます。はやさん、ありがとうございます。
確かに初日に比べたらまあだいぶ回復した感はあるかも。うん、あるかもだけど、あるかもだけど、なんか初日の時はもうとりあえず配信するのが精一杯すぎて頑張ってたけど、そう、でもね、今はね、まだね、全然完全じゃなくて、そうなの？配信してる時はね、まだね、元気なんだけどね、配信してない時マジでやばい。熱もね、うん、熱はでも下がった。でも今日昼間ちょっと高かったかも。そう、アドレナリンで生きてる。もう私薬飲んでないな、まだ夜の薬。お菓子で飲んじゃダメ何を言い出すの。ダメだよね、さすがにね。でももう飲まないとね、時間的にね。飲む飲む、あとで。でもね、さっきね、お菓子作り始める前にね、あのお昼のスープ飲んだ。お昼のスープ飲んで、飲んだけど薬を飲んでない。うん、お菓子でもいいんだ。いいんだ。じゃあ配信終わったら薬飲む。うん、お腹の中に何か入ってればいいってことか。そういうことね。じゃあもうバッチリ、もうすでにお腹にスープがいるから大丈夫。スープもお菓子もいるから大丈夫だ。じゃあー飲み物は水がいいよ。え、ね、いや思ったんよ。そういえばもう1日目っていうかさ、ぶっ倒れた日、配信の前日の日、19日ぶっ倒れて病院行って薬もらって、でその日のうちにさ薬をまず飲むじゃないですか。でその日にあのその解熱剤とか、お医者さんでもらった薬とか飲んだんだけど、そう飲んだんだけどね、あの緑茶で飲んで、そう、そしたら全然熱下がんなくて次の日40度とかになったのねでもその次の日の朝はちゃんと水で解熱剤を飲んだら37度台まで下がったのね。絶対それじゃん緑茶で解熱剤飲んだら効かないんだわっていうのをすごい実感した。だって一番しんどかった時飲んでも効か、全然熱下がんなかったのに、次の日の朝はちゃんと飲んだら熱下がったから。
いや、ウォーターサーバーまで動けなかったんだって動けなかったの。でもさ、ウォーターサーバーの水今なくなっちゃってさ、この後変えなきゃいけないんだけど、もうウォーターサーバーの水持ち上げられない、今の体力じゃ。どうしよう、せっかく新しいのに変えられるっていうのに持ち上げられない、今の体力じゃ大変。ランキング読みます。あばばばばば、よし。13位タカさん、ありがとうございます。12位カンヤトさん、ありがとうございます。11位のサラさん、ありがとうございます。10位クリキントンチョウカンさん、ありがとうございます。9位モモチーさん、ありがとうございます。8位オジャさん、ありがとうございます。よいしょ。7位いけない太陽さん、ありがとうございます。6位亀仙人さん、ありがとうございます。5位ほっしーさん、ありがとうございます。4位てらさん、ありがとうございます。3位ゆうきさん、ありがとうございます。2位すーさん、ありがとうございます。1位てるはやさん、ありがとうございます。よし、ではこの後は10時45分からやります。はい、どうしよう、その時ちょっとこれ一かじりだけしよっかな。見てほしいちょっと10時45分に食べるものじゃないけどね、絶対。でも一かじりだけしたい一かじりだけ、ちょっとこの煙突だけ食べよっかなじゃあ先に食べないように待ってる。じゃあちょっと10時45分は一かじりだけしますねまた後で。そうで、早く明日の配信時間を決めなきゃだし、明日の配信時間決めて果たして私は本当に配信ができるのかっていう。あ、トナカイありがとうございます。シジュウカラさん、またランキング読み終わった後に、ぬおありがとうございます。ではまた後で、バイバーイ。